んにちは。Gクラックテスターの石黒です。今回は新作の Gクラックのバッグ、これですね。これメッセンジャータイプのバッグなんですけど、メッセンジャータイプ2って言われます。こういうバッグですね。これ新作なんですけど、もうカラーは、全部で5色。まずはオレンジ、これ僕の好きな色です。このオレンジ と、こちらのイエロー、そしてブラック、パープル、ピンクのこの5色で今回もあの新作が出ることになってます。僕のこのお腹見えますかね。ここに実はこれ、この横の紐が取り付けてあるんですけど、メッセンジャーっていうと肩からかけてかけっぱなしのことが多いんですけど、やっぱり釣りやってるとやぶこぎしたりだとか段差飛び越えたりかっぱりなんか特になんで、これをしてないと結構ブランブランにバッグが動いちゃうんですけど、本当にちょっと体に密着させる感じ、やぶこぎしてガッと入るときに体にこれが密着した方が体は動きやすいですし、まずはこのベルト、これが今回新しくなってるのと、この肩パッドはザリ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 と実は取り外し可能なんですよね。このバッグの今回の最大すごくいい点は、これ分かりますかね、上蓋が立体にこうやって加工されてるんですよね。横がもし広がった場合に、ちょうどこの加工の上がこういう加工にしてありますので、縦にこの横幅が潰れないっていうことは物がよく入る。今回のこのバッグはVS3020 この番手の結構物入れとしては大きいんですよ。ここの横幅もあって、これがこう簡単にすっぽりとすぐ出し入れてきますので、さらにここの中にもさらにまだ物がいっぱい入りますので、すごく便利。ポケット、ここにこういうふうに鍵を止めるようなくっついてます。車の鍵などをこの隠しポケット、この隠しポケットわかりますかね、この隠しポケットに入れる。さらにこちらにここね、ここは何がいいかな、落としちゃいけないもの、もう僕なら携帯ですよね。携帯だとか、もしくは携帯じゃなくてもこの財布なんかも、ここが隠しポケットなんですよね。で、完全に上からマジックテープ止めれますから、ここの隠しポケット、そうするとここがさらに二重にこうやってなってますから、やっぱりこういう細かい仕事ありですよね。この止めるときはマジックテープももちろんありますけど、マジックテーププラスここにカチャンカチャンとそれぞれできますので、これで簡単に開くことはないですよね。表もここにカラビナがついてますから、しかもこのカラビナここにロックできるタイプなので、何か絶対ここも落としたくないものなんかはこのカラビナで留めていただく。いろんなところに小細工効いてますから、こっちはペンチをしまえる場所でもあるし、でカラビナ、さらに開けたところにもここにちょっとした網の小物入れ、もうバッグとしてはもう釣り人バッグかなと思えるぐらいのものになってます。あと容量も横幅も結構広く入りますんで、もう学生さん、もしくはもう本当に目立ちたいサラリーマン、これを背負って仕事にも学校にも行っちゃいましょう。